こんにちは、イックです。ちょっといつもより時間遅れちゃいましたけども、続き頑張ってまいりましょう。現在病院到着したばかりの場所だね。で、イエソルとチャンス先生がここで待ってるねって言ってるんだけど、ヒュンベだけが病院に近づくのは関わるなって言ってんだよね。とりあえず連絡してみようか。着いたよイエソル、着いたよ。なんだよ出ないよ、やめながらケース買ったに出ないよ。ってことはチャンス先生も出ないかな。はい出ないわ。多分今全員出ないんだろうな、この感じだと。行こうか。また地図がないからな。おっとやったー、閉まってる仕掛け。間違えたアイテム開こうとして三角ボタンを押すのやめれ。もう緑の大魔光の意味とは一体。リバーさんこんにちは、ハロウィーンはまだです緑のマッチの意味とはなんだよ。大して役に立たねえよ。イエスルからの電話だ。遅いから心配してるのね。もしもし、イエスル、どうしたの。今どこ、時間がないの。今着いた。実はその話すと長くなりそう。多分ヒュンベのこと言いたいんだろうね。今病院なの。そうなの。話は後よ、今すぐ受付で。もしもし、大丈夫。もうこんな時に。家する、家する。切れちゃった。無事だといいけど。受付で何か、誰か、おっと誰か来たようだみたいな、そんな感じかな。てか早くも解毒剤使っちゃったよ。おう、この世界の巨乳キャラのお胸のボインボインがすごいボインボインがすごい。で、毒巻き散らすばっかだな。今のどうせいと。毒巻き散らすやつがいて、上から降ってくるやつがいて、どうせいと。絶対食らうじゃん、どうせいと。まったく解毒剤売ってない。とりあえず買おう。解毒剤ないな、病院なのに。バブルヘッドナース欲しいんじゃん。確かにバブルヘッドナースもあれだね、ボインボインですな。多分それをイメージしたのかもしんない。そして早くマップが欲しい。ない、いけない。大体受付は1階だけど、まずはマップが欲しいよ。なんだこう、何もない空間。あ、受付来ちゃった。あ、でもなんかあるかもしんないし、マップあるかもしんないし。あ、見取り図、よしよし。病院やっぱ広そうよね。5階建てとかありそうよね。争った形跡がある。イエスルはここで待っていた。電話だ、闇のガラケーだ。ミンス、知らない番号、誰だ。番組だ。あの1階に飛ばされた時にメガネがピカンピカンと出張光ってたあの人ですかミンスさんね。闇のミンスから来ました多分ね、ひょっとしてミンス神父、神父さんでしたか。読みにくければミンスでいい。イエスの仲間だ。君はここへ来ると聞いてね。イエスの仲間？あなたも霊媒官なの？怪しい笑い。そうだ、イエスがそこまで話すとは、よほど君を信用しているらしい。イエスといえば、彼女のことが心配だわ。きっと危険な目に遭ってる。信じなさい。イエスは主が守ってくださる。嘘くせえ。こんな時に神頼みとか嘘くせえ。油断してはいけないよ。世話病院は今や怒りかけどもの巣窟だからね。さっきコンボ食らいましたわ、連携食らいましたわ。とりあえずメガネを取ろうか、本当にメガネがピカンピカン、いや死んじゃい。
今どこにいるの？合流するわ。その前に片付けておけない、おきたい用があってね。とはいえ手が足りていないのは確かだ。邪悪の霊が溢れてきてチャペルに聖水を置き忘れてしまった。忘れんな神父。持ち運んでて聖水。チャペルは葬儀場にある守備よくたどり着けたら聖水を探してほしい。後で必要になるんだ。聖水悪魔払いでもするの？まあそんなところだ。死なれたドアを探しなさい。マグサイ氏と日本の市長についた血を見て主はその門を通り抜け。なんだって？内ポケットに入れとけ。案件だよね聖水。マグサイ氏と日本の市長についた血を見て、ちょっとそこで急に電話切れるなし。話の途中。神父、ちょっとここ毒風巻き散らすやつ多すぎるよ。やばいよ。あ、病院は3階構造で地下ん B1B2 んどういうこと？地下1階だよね。生臭い石かは全然違う。全然違う。ガシャーンガシャーン。なんだ、ただ落ちてきただけか。おっと危ない。ちょっと解毒剤とか落ちないかな。壊れた自販機は大体お金出てくるのは分かった。お金よりもちょっと、お金よりも解毒剤を。うん、お金はいらない。緊急治療室のドアが開いたまま。一体なんかイベント起こりそうだな。さっき入った場所は地下のフードコートから来たのよね。病院の倉庫、病院じゃない敵の巣窟だったけど。お、アーカイブ見てこれ欲しくなったお友達がおって、おお、配信やってた甲斐があるわ。おっと、手術中でしたか。口が回りません。手術中でしたか。つー、しんどりやん。よし、解毒剤。ちょっと待って、解毒剤。まずピリカーチップを与えまして、クロックタワー好きな人はこういうの好きみたい。なるほどね。確かにクロックタワーも逃げる専門だもんね。誰かいる。こっそり通り抜けちゃおう。堂々と通り抜けちゃおう。こんにちは。虫。普通にセーブするだけ。なんかあると思うんだけど。トモカンさん、こんにちは。チャペルはこの先のはずだけど鍵がかかってる。うん、死体解剖してるんかなこれ。肺がすごいってことは。あ、喋れる。真っ白け。やっと来たか。遅いぞ。一体どこにいたんだ。そのチャペルへのドアを開けてくれませんか。そんなことより今は君の手を借りたい。私はナースではないぞ。え、けど。けども何もない。それに画像はどうした。届けようと言っただろう。患者の症状を確かめねばならん。急ぎたまえ。医療センターで X 線画像を受け取ってくるんだ。ドアの話はそれからだ。完全に勘違いされちゃったわ。医者を手伝う。画像受け取ってこい。医療センター、医療センター。乗ってない。っていうかここ医療センターだよね。どういうこと。みんなのナース服の画像ください。多分かなか似合うと思うんだ。バンキュッパーオンだし。ここ医療センターのはずなんだけど、まあ片っ端からまた探すしかないね。とりあえずこっちから上がっていこう。2階、男子トイレ鍵かかってる。
あれ、多目的トイレも入れない。そういえば最近多目的トイレの名称変わるらしいね。障害者用トイレになるんだったっけ。女子トイレも入れない。こっちは入れた。わた、そうなの、わたなんとかさんがやらかしたからね、ほんとね。あら、行き止まりか。ここはこれだけなのね。カウントボード嫌い。プーンって嫌よね。夏になるとやつらの音が聞こえてくんだっていうね。ここは警備員室、第二診察室、なんか X 線画像とかありそうよね。破れたメモじゃなくて、うん、それだけか。ここは入れないっていうか、エレベーターがそもそも使えないってことか。カルテ室とかも確かに、あ、カルテ保管室とかあるね。あとは X 線撮影室とかも怪しそうなんだけど、まあ順番に行きましょう。開かない、第一診察室開かない。おうす、こら、今近づく前に毒撒き散らしていたよ今。それ無理、避けられないから無理。あっという間に解毒剤使いまくってる、やばい。三角の耐冷光を焚いてもね、緑の町つけてもあいつ攻撃緩めないしな。毒がね、範囲広いし、いきなりばらまかれたし、あれは無理だわ。コリアってなるわ。お、頭蓋内血腫、頭蓋内の打撲と出血が見られる。頭ガーン、上腕部の骨折、腕の上腕上側の骨が折れてる。肺挫傷、肺に血が流れ込んでいる状態だ。頸骨に亀裂、足の骨折。100トンって、今100トン半まで入れ座ったけど、どういうこと。これは誰のカルテ？ X 線画像、普通にあったわ。こっからなんか、ソング先生とか来そうな感じするな。ドアが閉まってる。病院のスタッフしか入れない。開けるにはパスワードが必要。これもしかして B 棟って書いてあるから A 棟とかもあったりするんかな。あ、あるわ。 A 棟、B 棟、C 棟。なるほど。病院広い。100トンハンマー誰が持ったんだろう。確かに、どうやって持つんだ100トンハンマー。普通持てないよ100トンハンマー。ちょっと備品室の方も行くかな。閉まってる。先にやることやっちゃった方がいいかな。先に渡してきましょう。ハンマー、シティハンターの女の人が持ってる。あ、そうなんだ。ツッコミで持ってるよみたいな。とりあえず走ってたら大体のやつは生きられるね、敵の攻撃。ただスタミナをめっちゃ消耗するけど。私が症状を説明するから、シャウカステンに正しい X 線画像を並べてくれ。できそうかな。シャウカステンってなんぞ。
後ろからピカーって光当ててるあれのこと？はい。わかんねえ。わかんねえ。よろしい。では始めよう。どうやら後頭部に外傷を受け、頭蓋内血腫が生じているようだ。患者にとっては血腫してって、喜ばしい状況だとは言えまい。はははは。はははじゃない。わからん。さっきの横のイラストがまさかの、これにつながっていったってこと。そんなまじまじと見てなかったよ、これ。頭の、映像といったら多分2番だよね。多分2番だよね。ファイター。さっきの見てなかったよ、そんなまじまじと。よし、次へ行こう。こいつは上腕部の骨折だな。裂傷もいくつか見える。患者の心境を代弁するなら上腕じゃないといったところか。ははは。冗談言ってる場合じゃないよ。上腕部2番か3番って感じか。ひびが入ってうんたら3番かな。あ、でもひびなら1番。1番にしとくか。ひびって言ったし。よし、次だ。うん、これはひどい。右の肺挫傷と皮下筋腫か。お薬で肺内すぎて羽目を外してしまったかな。ははは。わかんね。右の肺がなんかなってる。肺の画像でも右の方に肺が見えるのは3番なんだけど、あの位置って肺じゃないような。でも2番の右側が黒いのもなんか怪しいな。2番にしてみよう。これで最後だ。どうやら頸骨に亀裂が生じているな。親のすねをかじりすぎてしまった報いだろう。はっはっは。頸骨ってどこ。おずまさん、こんにちは。ちょっとヒント見逃してて、んやわんやしております。頸骨、足亀裂、一番あたり足に亀裂って言ってたよね。ふふふ。わからん、もう適当でいく。あ、すねか。すねか。K って言っちゃった。すね。サーティー上だ。では見ていこうか。変だぞ。診断と画像が一致しない。もう一度だ。今度はしっかり頼むぞ。一応やり直しはできるのか。まあ、確認するのがね、場所遠いんだけどねって。場所が遠いよ、これ。まあ見に行きましょう。わかんないし、見に行きましょう。くれ。降りた瞬間とかそんな反応できないからやめて、本当にもう気が変わった瞬間とかやめて。しゃべっとく。頸骨で合ってるか、すねの裂傷。なんか紛らわしい写真とかもあるからね。とりあえずもう一回見直すしかないな。頭の頭蓋内血腫で上腕部の骨折、肺挫傷、排日が流れ込んでいる。これ韓国語読めないとわからないとかそんなんじゃないよね、さすがに。さすがに脛骨に亀裂、足の骨折。100トンハンマーの絵が気になるけど、位置的にはさっき選んだ場所で間違ってはなさそうね。頭の左側が打撲受けて、上腕部の真ん中が骨折し、肺挫傷は肺日が流れ込んでいるよう。で、レントゲン X 線にはこれ白く映るってことなのかな。で、頸骨真ん中でボキッと折れてるよと。
ソング先生いるよ。封印してた本当はできる医療知識を出しちゃうんだろうな。何も封印してないよ、わからんよ。やっぱりソング先生もロロしだしたか。あ、しまった、上の方見てなかった、しまった、ワンコにばっか集中したら見てなかった。今日はもうボロボロっすよ。回復大丈夫かな。回復アイテムある場所もフードコートしか見当たらないしね。とりあえず行きましょう、全通り。さっきの絵的に4番が近そうね。これ4番でしょ、頭上腕部の骨折、腕の真ん中ポッキリだから3番かな。で肺挫傷がね、血がたまる、なんか白くなってるから、2番の方かな。右って書いてあるけど、これ X 線だと左右逆転するとかそういうやつなのかな。とりあえず2番で脛骨に亀裂、足の真ん中でポッキリだから1番だね。素晴らしい、どの画像も私の診断と一致している。おっと、そうそう、チャペル行きたいんだったか。用事はもう済んだからいつでも行って構わんよ。おめおめ、ありあり。そのカードキーで開けてもらえます。うん、鍵はかかっていないぞ、強く押せば開くはずだ。そんなそんな扉だったのか。なんだよ、やらした意味ってなんだよ。しかしこれ回復がちょっとまずいな。大丈夫かな。チャペル道中になんか自販機とかアイテムとか押してないかな。そういえば押してるアイテムもなんか今回少ないしな。最初の学校とか警察署のマップはわりかし余りまくってたんだけど、今回逆に足りない。パチパチありがとね、大霊マッチ。あんまり役に立たないなこれ。ふわー、この人浮いてます。急になんです。あ、でもスプレーは使わないのか。えってなるよね。急になんですってなったけど、スプレーは使わないから正しくコマンド入力すれば OK。 もしかしてこのふわーって浮いてる人が目印なのかな。あ、毒撒き散らした後、危ない。グラディオかい、なんで。なんでグラディオここでふわーって浮いてんねん。自販機解毒剤やっと補充できた、よかった。あと一応回復もしとこうかな。お金は余ってる。マッチね、上の落ちてくるやつもあんまり反応避けられないし、ワンコと下で引っかくやつしかマッチの効果があんまりないんだよね。ポテチをバリバリ食べた。儀式めいた模様が血で書かれている。チャペルなのに怪しい儀式が行われていた。の前にちょっと他に何もないかな。何もないな。ではチャペル行ってみよう。闇の儀式がって感じがするね。椅子が宙に浮かんでる。
マッチ、あんまり役に立たないマッチ。そして怪しい儀式の最中の真ん中にミースの探し物かも、聖水が置かれている。これ大丈夫な聖水なんかな、これ。バイオ4にも儀式あったけど、あれはそんなに儀式してないかな。浄化の聖水、本当に浄化してくれんかな。やめるから、軽から電話だ。例の聖水手に入れたわ。何時の務めを主に委ねよ。されば計画はなされん。これで今宵聖水を祝福した牢が報われそうだ。こっちが祝福したってこと、報われそうってこと、こっちが。よく言ったぞお嬢さん、私も用事が済んだところだ。病棟へ来てくれ。薬局で落ち合おう。0815のパスワードを使って X 線撮影室の近くのドアを開ける方法。分かった、向かうわ。闇の儀式、黒、インスタント、あなたのマナプールに黒3点を加える。よくわからないよ。どういうことなの。とりあえずセーブ、イベント進むためにセーブ。いや、それまだ電話に出ない。片っ端からちょっと電話してみる。はい、ダメ。マジックザギャザリングにあるカード、そういうことか。あれもなんか難しいよね、なんかね。チャンミは間違えた、チャンミは死んでる。そいつは特別な聖水でね、コーマの中でしか祝福できない。取り扱いには注意しなさい。どういう取り扱いの意味です。今電話つながらのミンスしかいないよ。ここで下降りた場合、ちょっと行ってみようかな。おー、来た、やつが来た、やつが来たぞ。多分ここはこいつがいるから来ないよね。ソング来ないよね。しかしここ通るたんびは襲われるんでは、なかなか失敗したら即死なんだろうなと思うとドキドキもんだね。あ、外科の先生いなくなってる。その大切なもん忘れないでくださいよ、本当に。やつが来たってなるよ。ソング先生来たらやつがって言っちゃうよ。あれ、なんか後ろの背景変わったな。鮮やかになったな。まばたきさん、こんにちは。病院の中うろうろ中で、ワンコがぴょいこと来るでしょ。来ないな、来ないな。ぴょい、来たぞー、やつが来たぞー。どこ逃げればいいんでしょうか、どこ逃げればいいんでしょうか、これ。ここしかない。今回隠れる場所が少ないよ。あ、すぐ行ってくれた、よかった。とりあえず避ける。シュッて避ければなんとかなる、とりあえず。ふう。で、X 線室の隣の部屋になんかあるって言ってたね。等身大ソング先生、モフモフ人形、どっちやねん。どっちやねん。髪よけってことではないけど、一応重なる瞬間に避ければなんとかなる感じはする。ソング先生の退散の仕方がエイリアン、ピョンって華麗なるジャンプでピョンって逃げる。あれ、診察室、あ、もうちょっと奥か。このパスワード、あれ？あれ、パスワード教えてもらったのに、なんで？ミース、どういうこと？聖水のことしか言わねえ。X 線室の近くの
部屋って言ってたらからここだと思ったんだけど。さあに奥に部屋あったっけ？あ、これか、ここか。部屋というか奥というかなんというか。で、永藤の病棟へ到着。またここ広いわ。薬局にいるわね。うん、買い物したいけどできないな。ソング先生も来たわ。隠れる場所は覚えておかねば。出現率高いよね、やっぱね。新しくエリア進むごとに出現率高くなってる。間違えた、そっちじゃない、そっちじゃない、ライターの方で。このはしごは、あ、上の方つながってるわけね。バタ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 。うん、まだまだ上はいいか。戻ろう。なんでよー、うやーじゃない、なんでやー出現率高いな本当に。行ったか、行ったかい。出待ち多いね本当にもう、おいーこらマジで待ちすぎんだけど出た瞬間待ってないで、分からんからそれ。やっぱエリア進むごとに出現率上がってる確実に。こんな出た瞬間いるかどうかなんて分かんないじゃんこれ出待ち、しっかり出待ちされておる。いい、薬局行ってしまおうかと思ったけど、こっちから下降りれない。出待ちというか即待ち即待ちされております。あ、ここいろいろ売ってる。よしよしよし、困ったらこの場所デイケアセンターがある病棟のここね。おらは人気者だけど嬉しくないなこれこれ、オフオフなっちゃったよまた。ほんと毒のやつもうちょっと主張して。また使っちゃったよ、また補充するわもうまた使っちゃったよ。しんのすけ、わかったねありがとうまたポイズンになっちゃったよ。もう金がガンガン減っていくわ。今まで甘いに余っていたお金が減っていくわ。ちょっと息にないと跳ね上がりすぎじゃない？また来た。先進ませろ。先進ませろ。歌が始まってしまう。兵長さんこんにちは。いないな。またその二段書きやめて、ほんと、もうもうやっぱ走るしかないか。回避がもう役に立たない。走ろう、走っておけよ。もしかも常時マッチをすれってことなんだろうか。ここはデイケアセンター。今日生じる二段構えなのよ、ほんともう困るわ。作業台、ここでまた何か作るわけね。
子供の目が怖いです。女の子シェードなの？ねえちょっと、うん、お姉ちゃんだね。そして今ソングの足音がコツコツするんだけど、こん中入ってくんなよ。多分この世界では名乗ったらダメって言ってたよね。あなたの名前は？あっち行ってよ、知らない人と話しちゃいけないんだもん。何してるの？どうでもいいじゃん、優しい封印なんてしなくていい。でも名乗ったらダメでしょ。この世界ダメってさっきさ、だいぶ前だけど言われたし、あの市場で名乗ったおかげでもうてんやわんやしたしね。なんでもない、バイバイ。この子は後回しにしましょう。名乗ったらダメだよね。デジブックの大型ダウンロードは3月18日。あら、月末じゃなかったわね。結構早いのね。ってことは今度の週末あたりやってみないとね。意外と早かったね。いた、メガネピラーンピカーンとしないメガネ。さすがにメガネはもう光らないか。君がメガネだね、あえて光栄だよ。うわ、本物の神父さん、トロフィーゲット、霊番官たち、多分全ての霊番官と出会った時のトロフィーかな。聖水の剣も納得ね。ここまでの旅は安穏なものだったかな、安寧なものだったかな。感じ読めないまん。今メガネピカンとした。とてもそうだ、読めませんが、これをお持ちしました神父様。眼力目力聖水おじさん、そしてメガネもピカンと光った。何時に祝福あれ、この違法こそ来るべき戦いに必要なものだ。その聖水で勝てるんですか？おお、信仰に乏しき者たちよ、神を信じる者に不可能はない。怪しい、メガネピカーンとしてるし怪しい。でその聖水は何のために？上官、聖水は強力な不条理を封じるのに欠かせない聖具でね。聖具、ホーリーアイテム。ズバリそうでしょうの丸尾くんも確かにメガネピカーンとしてるな。確かに今日姉妹ですね、闇のソング先生。その敵のことは聞いてます。イエスルに聞いたよ、君はチャンミが肉人形に殺されるのを目撃したそうだね。残念ながら聖なる月光塔を携えし巫女を助けなくして今日姉妹をこうまで封じ込めることはかなまん。だがまだ望みはある、今日姉妹を止める別の方法が。今日姉妹が覚醒界に入り込むには許しようとなる肉体が必要だ。その許しをさえ奪ってしまえば。聖具と言うからホーリーって言っちゃったよ。今日姉妹を止められる、食い止められる。それでその よりしろはどこにあるんです？聖なる大闇のもの、どっちやねんっていう。幸いこの建物の中にある。ただ上層階に入れるのは病院のスタッフだけだ。階段は下がっていて使えないが、職員用カードキーがあればエレベーターを動かせるだろう。私も探しましょう、どうかで見つかるはずです。何時に神の導きあれ。どや、このよりしろってもしかして主人公のミナちゃんですっていう展開になりそうな気がしなくもないな。でヒュンベがそれを唯一してて阻止しようとしてるみたいな、なんかそんな裏をかいくぐってしまったけど、ぐざい、ありがたや。包帯持てない、ブブー、持てない。聖なる闇のガラケーに進化した。属性どっちやねん。でこっからざっくりカードキー探せ。超ざっくり。片っ端からまた行きましょう案件だね。聖水ばらまきたい、
まあ、微妙にちょびーんとしか書いてないから、多分ばらまきたくてもばらまけ、負けないんだろうね、これ。ちょっとデイケアセンターにいる子供にダメ元で名前を名乗ってみようかな。なんかイベント進むかも。マイナスの方にイベント進む可能性もあるけど。名乗る。みなよ、よろしく。人を探してるの。うわ、素敵なお姉ちゃん、私と遊んでよ。誰も遊んでくれないんだもん。普通に進んだ。 いいのがこれで。名前聞いてみる？偽名にしとけば、そうだよ、偽名で言えばいいのにね。なんで正直に言ってしまうのか。私、名前がないの。けどいいんだ、忙しいし。大人の人たちがおしゃべりをするの聞いて、ずっとお絵描きしてるんだよ。そうやってやめちゃいけないの。私はここをもっともっと素敵にしたいの。けど大人の人たちは悪いことばっか話してる。すっごく悪いことばっか。悪いことってなんだ。みんなのお話を絵に描いたり、メモに描いたり、けどしょっちゅう退屈しちゃう。今は今日おしまいっていうお姉ちゃんが責任者だから。そうだ、お姉ちゃん助けてくれる？なんだかんだ協力してくれるっぽいから協力しましょう。もちろん。いいわ、何をすればいい？ありがとうお姉ちゃん。実はね、意地悪な男の子におもちゃを取られちゃったの。どんなおもちゃ？私のクマさん。だからナースさんが見てない間にあの子のラジコンを奪ってやったんだ。けど私はクマさん取り返したいの。その男の子はどこに？前はよく血液パックをラジコンにくっつけてナースさんに追っかけさせてた。なんで遊びしてんだ。 いたずらっ子にも程があるわ。そのせいで事故が起きて。ラジコンか。けどそうやって化け物の囮に使えない？あ、ここで無傷で退出するためのキーアイテム、ラジコンってことか。あの子死んじゃったの。あれがお気に入りのいたずらだった。けど電池がないとラジコン走んないし。えへへへ。いい遊びだ。ダメでしょ。 ダメでしょ。どこを探せばいいか分かる？お姉ちゃん。片っ端から聞くしかないな。ラジコンは私が持ってるよ。お姉ちゃんクマさん見つけてきた。取っ換えてあげる。電池は？電池はやっぱりお店で売ってるんじゃん？血液パック。けど血がいっぱい必要になるのって先生たちの体とか頭とかザクザク切ってる時じゃない？手術室。ってことで各種アイテムを取ってきましょう。もう追加されました。カードキー入手する前に、今も用意された、言われたアイテム取ってこないとね。微妙に眼球があるの。そうなの。今出会うシェイドってなんかみんな目がくぼんでたりなかったりしたんだけど、この子ちゃんと目はある。ギョロッとしてるけど。手術室はそもそも上行けたっけ？あ、いけない、いけないか。逆側しないとダメってことか。光ってる。またオホオホなりますけど、またオホオホなる。危ない危ない。光ってるのやめて。あれ？上に行けないぞ。病院用カードキー探してエレベーターなんとかしないとダメってことかな、これは。一応マッチです。点灯しておこう。下の引っかくやつしか効果はないけど。こんなもんか。ここはもう何もないよね、さすがに X 線。
ベータにソングを仕込ん挟んでたな。どういうこと？どういうこと？そういえば上の方まだ詳しく探索しないね。備品室とか閉まっとるんだった。こっちの方は閉まっとるんだった。逆側エスカレーター燃えてるとこと燃えてないとこと別々にあるね。ここも開いてないしな。上行った瞬間またワンコにザクってやられないかな。大丈夫か。ワンコは走ったらダメだわ。避けないとダメだわ。全部走れば OK と思ったんだけどそうでもないのね。いろんな書類ファイルが棚に並んでる。名前の順に整理されてるみたい。何もない。寂しい。鍵かかってる。委員長室の職員用カードキー見つかると思ったんだけど。でーん、急に来た。ダヒョンよ、みんな、今夜よく鉢合わせするね。なんで病院にいるんです？こんなとこで会うなんて偶然すぎっしょ。いやいや、そちらから来たんでしょう。ダヒョン、私の後を追ってるわけ？あんたってほんとマイナス思考だよね。あんたを助けに来た誰かさんに普通そんな口聞く？うひょん。待って、ドアを開けてくれるの？なんだかんだ助けてくれる？そんな錠前で止められると思う？この少女探偵ダヒョン様をさ。そうだったの？そうだったの？それで今回は何をしろって？さ、その私今かなりピンチっていうか、何病院にいるのか思い出せないの。頭の中はもうごちゃごちゃで、あ、過去に病院に行った記憶があるからこっちの病院の方にも出てきてるってことなのね。あんたのことチーズ頭ってからかった手前、こんなこと頼むのはかなり気まずいんだけど、チーズ頭っていう。あんたってそば病院に詳しかったよね。だからさ、うん、かわいい妹を助けてよ。妹のために病院に来た過去があると。こんなの続きその子みたい。お前似てない。そしたらドア開けてくれるのね。約束よ。約束は絶対守るって。じゃあ後でまた。チーズ頭っていう表現初めて聞いたね、本当。ダヒョンはよく4個のお見舞いに付き合ってくれたけど、彼女の鍵人がそのことを覚えてないのはどうしてなの？どうして？てか4歩って誰？忘れてる。4歩って誰？今の妹の話？笑顔が怖いの。そうなの、鍵人はみんな笑顔が怖いの。マッチ、あんまり国立たないマッチ。お、なんだかのスイッチ。顔がキョンシーっぽい。確かにそうかも。スイカ頭、いやそこまででもないけど。なんか多目的トイレはことごとく入れないね。ちょっと回復してなんか買おうかな。お金がなんだかんだやばいな。ピリ辛チップでも買ったか。入ったら炎上しちゃうし、それはあの人でしかない。多目的トイレは普通にトイレ使う要件なはずなんだけど、某渡なんとかさんがやらかしたからね、ほんとね。とりあえずこっちの先の手術室行ってみようかな。
血液パックらしきものあるけど取れないダメなの。あとはチャペルエリアってなんかあるんかね。ここあんまり通りたくないんだけどね、ガバーって捕まれるから。やっぱ回避しても意味ないか。毎回これしないといけないからな、回避はダメだわ。屋根も借りると輸血パックだと。確かに確かにブラッドボーン輸血パックで回復するね。ん？見た今サング先生がピョンって上の方にピョンって飛んでった。ってことは今ここにしばらく来ないわね。いたね、見事にこうすれ違いしたよね。お金、椅子が宙に浮いてるのは何か意味があるんだろうか。あ、クマのぬいぐるみ持ってる持ってる。クマさん人形、お目目が外れて怖いです。タモテキと聞けばそうなので、これはあの子に持ってくでしょ。やっぱこっちのチャペルエリアの方でなんかいろいろあるっぽいね。待てー、ここは逃げる場所がないんだよ。無理エレベーター隠れよ。間違えた無理、あーもうもうもう逃げれるけどスタミナが。そうなのよ、スタミナあっという間になくなっちゃうのこの子。ダメでした。エレベーター隠れたのはいいんだけどコマンドがね失敗した。こっからかこっからか。とりあえずあの少女に会うでしょ。少女に会って上の階だったかな。この子のイベントを起こすでしょ。名乗ってからいろいろ聞いて情報もらってって感じだね。クマさんさっき見つけたんだけどね。電池はお店で売ってるんじゃないか。で血液パックは多分手術室なんだよね。これでフラグは一応立った。ウヒョンの妹かもしんない。ウヒョンじゃないけど多分妹さんだよねこの流れからして。でこの後ダヒョンに会って院長室行ったらあれだよね、イベントだよね。教室はこっからさに戻る。備品室は結局何もなかったはずなので
今お金拾おうとしてる時だったのに。ワンコが去るまでちょっと待ちます。もういいかな、いるわ。お金拾わせろ。はい、邪魔。ダメだ、お金拾えない。ここはちょっと後回しにしましょう。お金拾いたいだけなのに。大ヌメが、なかなか敵さんどいてくれないよねこのゲームね、ほんとね。しかもエリア切り替えると、その別のエリアで敵が何してるのかって見えないから、開けた瞬間出会い頭っていうの結構あったりするよね。さてお金、今度こそお金回収、いるわ。やっぱダメだわ。まあワンコならマッチを焚けばいっちゃいいんだけど、また後で通るし、後回しにしましょう。でーん、ダッヒョン。しかし鍵を開けるって違法なピッキングでガチャガチャってするんだろうな多分。可愛い妹を助けて、あのバイバイって言ってたあの子だね、クマさん持ってきてって言ったあの子を助けてだよな、やっぱり。さあこっから先が問題だ。爬虫類娘、確かに見た目がね、そんな感じもするよね。でスイッチをガッチャン。ダヒョンじゃなくてダヒョン。でこの辺りでちょっとセーブ入れておきたいところね。ちょっと遠いな、セーブポイントもなんだかんだ遠いな。緊急治療室の方でセーブしようかな。でチャペル方面の方でクマさんが確かあったんだよね。これ消していってもダメかな、捕まるかな。よさ食うのか、関係ないか。もしくは大霊マッチも後で試してみよう。さっきクマさん拾ったところが下の方だったっけ。モテません。でここでクマさんでしょう。このあとさっきソングにやられたんだよね。この辺のエリア隠れる場所はなさすぎて困るわ。お金。うん、行き止まり。スプレー1回分しかないんだよね。包帯持てません。これやっぱり来た来た。上戻ってチャペルの中入ればワンチャン。
いなくなった。チャペルでセーブしようかな。とりあえず。あとは一番その B の202もまだ行ってないから、ちょっとこっちも行けたらいいな。やばくなったらチャペルか、もしくはこのエレベーターの中に逃げ込むしかないな。閉まってるー、何もない。今来ても何もなかった。ではあの掴んでくるやつにこのマッチが効くのかどうか。いけないわなんなんか言って。全然関係なかったです。意味なし。コマンド入力 QT 成功させる方法しかない。だってあの子がいる場所か。でもコンビニの方でもなんか電池とかありそうね。できるならまとめて持っていきたいところではあるよね。この辺下手すると敵のコンボ攻撃が待ってるんだけど、大丈夫そうかな。お、電池パワーセルって書いてある。乾電池ちょっとちょっとあっち行きな。早速マッチを使ってあげた。スプレー持てません。犬弱いまあ救済策としてはありがたいわね。あかんね、ちょっと足りなかったのよ。電池見つけて血液パックのなんだけど、そこがまだ分かんないのよね。病院のカードキー探した後しないと無理な感じはするよね。先にクマさん渡してしまおう。ねどうやって行くんだったっけB 棟、いや A 棟行くのはこっちだったっけ。セーブしよう。なんでー大丈夫かな。入った瞬間ギヤーって。この辺隠れる場所って一番右のトイレしかないような気がするんだけどすぐ来るねー。この部屋確か隠れる場所ない。あ、あったわ、机の下があるわ。とりあえずこっかな。この辺襲われたら机の下かな。
こんなんわかるか。もうあの毒やめて、ほんと。まるで可愛い娘を発見した時のわしのようだ。あんな発狂すんのギアーって。なんか毒まき散らすやつがさ、こっちが近づく前にブワッと出してる時があって、あれさすがに反応できないよ。視界悪いからさすがに止まれないよ、すぐに。あの罠置きがずるいわ。あの置き方はずるいわ。あなたのクマさん見つけたわ。本当に見せて。どうぞ。クマさんも寂しかったと思うな。うわすごい、ありがとうお姉ちゃん。それじゃあはい、ラジコマお姉ちゃんにあげるね。じゃあお姉ちゃんもいたずらしちゃうの？けど気をつけてね、ナースさんたちそれ大嫌いだから。ってことはなんか襲われるの、ナースに。なんか襲われるのかなこれ。あとは電池じゃなかった、手術じゃなかった、手術室。カードキーどこやね。ナースに襲われたい。まま、カードキーがどこか分かんないとどうしようもないな。この辺うろうろしてるしな。あと行ってない場所、もっとさらに下って行けたっけ。サング先生邪魔よ。今回敵の配置がえぐいから、あんまり徘徊したくないなーってなるねこれ。あの毒まき散らすやつがさ、ほいちゃまー、わかんねんだよ。こっちの方から下の方行けないんだよね。毒がね、解毒薬使わないとずーっと HP 減り続けるしね。その割に回復が4つしか持てないっつーパンパンプリ。どっかでリュックでかいの拡張しようとかなんか思わないのかな。フードコートもう一回見てみるかな。さすがにもんなんもないと思うけど。皿に下、皿に下はそもそもいけるのかな、この下。あ、いけるわ。こっち行くと、あ、そっか、入れない。さっきスイッチガッチャンってやったけど、結局あれはどこのスイッチが稼働したのか分かんないね。地下道ってやるけど行けない。あ、これだから、これだからこの道はよ。ここにアイテムもないな。ここの場所だけ異常に難易度高いです。なんかうおーって生き抜くしかない、本当に。一瞬でも止まったら食らう、この場所。そうか、そもそもフードコート閉まってるのか。なんかさっきどっか包帯が落ちてて拾えないってやってた気がするし、買っちゃうのもなんかもったいない気がするな。地下1階何もなし、カードキーとかやね。
この辺の階もうろうろし尽くした感があるしな。ほんとノーヒントすぎて。第二診察室鍵が開きましたとかそんなお家は、あ、なんか光ってる、なんか光ってる、ここだわ。ダイオンと一緒に、待った場所、知らんわ知らんわ。こっからスッと動き出すけど、マジで本当片っ端からって感じのノーヒントっぷりがすごいね、このゲーム。過去、大丈夫だってみんな、4は元気になるよ。世話病院はソロで一番の病院だもん。一通り調べてみましたが、ヨンホ君の昏睡を引き起こしそうな外傷や異常の待遇は何一つ認められなかった。そういえばヨンホって男の子だわ。なんか前作でなんか皆を助けた男の子だったね。そういえばどうやらヨンホ君は単純に意識を失い深く眠っているようなんだ。今後も監視を続けていくが本当に申し訳ない。我々も手は尽くしたんだが、みんな元気出して。すいません、看護師のパクさんですよね。チェ先生の診察を予約したいんですけど。そういえば パクって主人公の名字だけど。あら、ダヒョン、今日も診察受けてなかった？あ、それはですね、予約をすっぽかしちゃって、今日はみんなについててあげたかったの。ヨンホのことがよっぽど答えたみたいで。はいはい、わかった。あとでファイルを見て候補の時間をメールしておくわ。それでいい？パクパクみなみなパクさんです。うん、ありがとう。ダヒョン、大事な用事をすっぽかしてまで私に付き添ってくれたの？通院患者の情報ってどこで見つかるんだろう。ここが現在第一診察室。これはもうカルテ保管室へ迎え的なフラグだな、これ。一応第二の方も見てみるけど。確かさっきここ閉まってないわ。調べた跡があるわ。入ったわ、ここか。とりあえずカルテ保管室上の階。なんかアイテム拾えなかった場所があったんだけど忘れたな。で、降りたらあかん、降りたらあかん。ソングでも厄介なポイズン。そうなの。ある意味ソング先生よりも厄介だわ。ひたすら見えづらい。そしてなんか変なタイミングで毒ばらまく時があってね、困るわ。危な危な。いっそならとアイテムの場所とか忘れちゃうのよね。ここがカルテ保管室。ここで QT させる意味とは。ダヒョンのファイルだ。病院にはよく来てたみたい。診断の結果、患者は激しい心的外傷に起因する症状を示している高山が高い。高山？定期的な診療的処置によって原因を特定し、問題行動を緩和することが推奨される。まあ、精神科に通ってますよ、的な感じか。え、嘘、こんなことって。精神状態の包括的評価から、この患者は幼年期の対人関係に基づく感情的及び身体的トラウマを原因とする、心外外傷後ストレス障害に苦しんでいることが判明した。以外。あ、降参っていうのね。感じ時々変な見方する、ごめんね。
患者には抗うつ病を処方、さらなる通院が必要だろう。幼年期のトラウマ、ダヒョンはずっとこんな悩みを抱えていながら、いつも口に出さなかった。一体何があったの、ダヒョン。なんか悩みなさそうに見えたけど、なんだかんだ。何か抱えていたんだなぁ、なんだけど、今院長室光ってるけど、光ってるけどあそこ入れないんだっつうな。カードキーとかやねん。なんかあそこのお金調べようとするとワンコがピョイってくるね。マッチを炊けってことかな。そして備品室は入れない。鍵どこやねん。やっぱ院長室にしかないってこと。犬にはちょっと成仏してもらって、院長室ちょっと鍵閉まってたけど、もう一回行ってみようか。なんかイベント進展するかもしれない。私も悩みを抱えて生きてるってことですね。まあでもダヒョンの場合精神科に通うほどだから、よっぽどのことなんかあったっぽいね。あ、そういえばダヒョンが鍵開けてくれるっていう話だったね。美少女探偵って自分で言ってたもんね。待ってた。ねえ聞いて、さっきあんたと別れた後全部思い出しちゃってさ。そういやあんたに会いに来てたんじゃないね。会いに来てたんじゃんね。もう私のバカバカバカーンでしょ。うん、ダヒョン、あなたがなぜ病院にいるのか分かった。え、なになに、なんでそんな暗い顔してんの。あなたは治療に来ていた、ビシ。ダヒョン、あなたは予約を取ってた。チェ先生と会う予定だったの。何か思い出さない？チェ先生って心理療法士の？それって嘘でしょ。だって私がなはずないし。君も回答団に入らないか？ピッキング技術があるから入らないかみたいな。なわけない、そんなの全然違うし。私はあんたに付き添ってやったの。4本のことに目覚ましなくあんたを慰めてやったの。私は治療なんて受けてない、虐待なんてされてない。あー、幼少期に虐待されてたってことか。ダヒョン、虐待なんて一言も。何聞いたかにゃん。私は犠牲者なんかじゃない。トロフィーゲット、悲しい秘密。ダヒョン消えちゃった。ダヒョンはいつもの紙を残していった。成績表どれ、間違えた。ソング先生の英語のテストはまさかの B+。 っていうのを確か最初持ってなかったっけ、この成績表。なんかなくなってるけど、また入手し直したって感じだね。回答団も集中だぞ。そして院長室、院長の机の上にメモが。患者名はイ・ダヒョン、ダヒョン。成績はだかだかないや。チェ先生の診断と全て一致する。やっぱり本当なんだ。そりゃ話すかどうかはダヒョンが決めることだけど。院長のコートに職員用カードキーが入ってる。これでエレベーターを動かしそうね。出た、闇のガラケー。神父様、委員長のカードキーを見つけたわ。これでエレベーターを使えると思う。よくやったぞミラ、ちょうど君に電話をしようかと。こちらのカードキーを手に入れてね。運が良ければ病棟で落ち合おう。わかりました、では後で。運が良ければってなんやねん。運が悪かったら死んでるのかい。このカードキーは全ての部屋が開くほどなんだろうか、それとも一定の場所だけなんだろうか。エレベーター限定か。なんか死にそうな。運が良ければっていうのはなんかちょっとフラグ的な感じするよね。もう一回夢のガラケー。
そしてなんだかんだ病院に行ったはずの家するとチャンス先生に未だに会えてないという。ニースに電話。同じことしか言わない。さてそんでは今日の配信一旦ここで終わっときましょうかね。ちょっと中途半端だけど、ちょっとリアル時間が迫ってきたので、セーブもしたし、したしバッチリよ。やっぱ終盤近づいてきただけあって難しくなってきたね。敵の配置とかいやらしいね。まあでも多分うまくいけばあと1回の配信時間で終わるかな、もしくは1回か2回ぐらいかかるかな、ってな感じにはなってきたので、まあこの調子で頑張ってまいりますのでよろしくお願いします。それではご視聴してくださった方々、コメントくださった方々、どうもありがとうございました。そしてお疲れ様でした。ややこしいあの敵配置だけど、なんとか頑張るわ。それではまた。